リアマないないぽよ。おはようございます。今日は早々です。色がないな。ありがとうございます。それさ、クリアありがとうございます。嘘、予約入れたのに、ひどい。なんで絶対予約入れた。今日ちゃんとこの日に入れてると思うんだけど、今秒速メイクしてます。適当にちょちょいなちょい。ありがとうございます。昨日は僕恋公演ありがとうございました。次は私です。次は私です。大丈夫。シャ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 。入れる必要はもうないんですけどね。ほぼ。はい。まあミックしてなくてもいいんですけど、ちょっとだけやっておく。眉毛は眉毛サロンに行ったので。秒速で描きます。あちょう。あちょ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 。ね、こちらエチュードハウスです。300円でした。涙袋がないですね。はい、終わりです。からの
シェーリングをねしようかなと思ったあるシェーリングがありましたね。こちらトムとジェリーのやつ、かわいいから、見た目がかわいいので買いました。ま、前髪はもうめんどくさかったのであげましたので、ここにおでこを縮ませて いっておきます。って感じで、はい、OK です。でですね、目が何もできてないので、じゃーん、こんな朝早くになるとメイク配信をしてます。こんな新しい新色をゲットしました。薄いカラー、薄いカラーたちです。まあこれを何のこだわりもなく塗っていきます。色がつけば OK です。色がついているのかよくわかりません。まあそんぐらい薄いカラーになってます。大事です。くの字、くの字、ここをこうくの字にここを入れるのは大事です。三角なんとかとも言いますけど。はい、OK です。はい、OK です。まあこれは持っていきます。持っていきます。あ、なんかお試し壁紙をもらったらしい。どこに貼ったんかと思ったら、ここに貼ってある。受けるんだが、ちゃんと私の部屋に合う、貼れるんかどうか。この柄にするわけじゃないんですけど、フランフランの壁紙。そしたらですね、必殺技のアイラインを目尻だけ。はい、これはトム、これもトムとジェリー、見た目が可愛いのでギュッと。はい、まあまあまあ、よ
からんが、これでいいんで。で、くにーん、うん、じゃあの、うん、出た時にこう出てるところに、ね、こうね、して若干の影を入れます。ちょっとこれは昨日やりすぎてちょっとなんか失敗しました。ここまで来るともうこっちのもんみたいな感じで、そうですね、だから大事ですよ、本当にここのね分だけでかく見えるかもしれんからね。まあ何も見えんけど、この見えるかもしれんとこにハイライトだけちょっと入れておきましょうとね。そしたらまつげ、まつげあります。まあちょっと眠そうな顔って言われるのでまつげもやっておきます。ひるたんと花束ありがとう。ちょっと上げていきます。このまつげをやってるとこ一番ブスなのでちょっとね恥ずかしい。そんなにジーンとあげません。まつげやってる時はさすがにブスなのでね、ちょっとね。最近買ったのはエテュセの下地です。いや、ちょっと効果は分かりませんが、マスカラ下地がいるのかなと思って買いました。まあ気持ち程度、ちょっとこれは繊維が入ってるので黒くなります。でも私はマスカラは黒じゃなくて茶色派なので、まあ今日はこれでいきましょう。最近はずっと前歯にもらってたディオールのやつを使ってましたが、これがもうカスカスなので使っていきます。OK です。はい、OK です。いいんでないでしょうか。これが私の実
段目本当ちょうど緑が出た、完璧です。最後にチュ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 ってここにマスクして崩れるんじゃないかっていうところだけこうチュ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 ってやっといたら完璧です。時短メイクの完成。よし、ではランキングを読みたいと思います。ちょうどよかったので時間が、はい、ではランキングを読みます。ダラララン、13位ミットちゃん、合ってる、12位メッタリカさん、11位宮崎のおじちゃん、10位赤砂号、9位なお57さん、8位パンジャラさん、7位塩コージーさん、6位わたるさん、5位ひろたんたん、4位ひでさん、3位ポニテのひげのまささん、2位ビッグエブさん、1位はドゥルルン、やすべさん、ありがとうございます。今日は夕方、多分夕方はできると思うんですけども、保留とし、保留じゃないわ、何、保険みたいな感じでこの時間からやりました。すみません、予約入れたつもりだったけど入ってなかったっぽくて申し訳ありません。絶対今日入れてるのに違う日に入れたな多分。すみませんやん。では今日も頑張っていきましょう。 B 期間の第一次受付は本日の13時までとなってます。13時まで、こちら12月18日と1月9日5時間目がおすすめです。今日の13時までよろしくお願いします。ではまたね、また夕方、ありがとうございました。